ちいきます。よし、ひこ頑張れ頑張れ。顔出し事務所 NG なんで、ないや、誰もお前映さないんだ。なんかでキャップ、すいません、川崎署周辺の皆さん、ちょっとしばらく、ほんのちょっとです、ほんのちょっとですんで、よろしくお願い申し上げます。アラミさん、聞こえますか？ちょっとこれ、あかんな、あれにしようか、うん、うちらのがあるから、アラミさんでしょうか。ちょっと YouTube 用の動画大丈夫ですか、撮って。マリもこれからそうしよう。はい、マリ顔出し NG なんで。私は大丈夫ですよ。あ、そうですか、失礼しました。2人で記念撮影、いります、うちら、いますよ。このメンバーいります。一応撮ってきます。はい、はい、いただきます。あれ、あ、そっちか、あんで、あ、こっち、あ、マイクはない。あ、ほんまや、あっち。ズタボロ。あ、あっち、あっち使っていいよ。あ、うちのね、マイクのね、はい、あの器具ぶっ飛んだ時にぶっ飛んじゃって、これでいこうか。あ、そうだ。ガス待ってね、使い方がいまいちわからない。あ、お待たせしました。川崎署にですね、長い方の、マイク、コード、ちょっと没収されてるんで、ちょっと短い方なんでね、ハウリング起こすんで、ちょっとトラメがやります。アロマシさん、聞こえてますか？皆さん、来てますよ。スーちゃんに、マリちゃんに、てっちゃん、そして、みずぽん、そして、店の子、もろもろ来てますんで、聞こえますか？ねえ、わけのわからん、しばかれ隊のボンクラで、自ら、しょうもない喧嘩を打って、反撃食らって、警察に泣きつくと、これはもうね、男としてはもう生きていけないぐらいの恥ずかしいことでございます。それでもね、気にせず生きていくのがしばかれ隊の小じりども。ねえ、荒牧さん。聞こえますか？頑張ってくださいね。あの、本差し入れ、明日の弁護士さんから届くと思いますんで、ゆっくり読んでくださいね。そしてですね、これ、許可を受けたですね、ちょっと警察署の方にもちょっと聞いてほしいんですけども、荒牧さんが逮捕されて不当逮捕とかそういうと言うつもりはありません。ちょっと聞いてほしいんですけども、こういうね、騒乱が起きないように、そしてエスカレートして、ほんまにね、とんでもない、殺人とは言いませんけどね、
そういうふうなのが起こる可能性あるんでね、これ以上エスカレートすると。警察の皆さんにちょっと伝えたいことがあります。我々はですね、手数料を払って、道路使用許可を取って、憲法、そして法律に沿って、政党、政治活動を行っております。しかし、しばかれ隊、しばき隊クラックという反日本派のボンクラどもは、大量の拡声器を使い、そして道路を占拠して、我々の許可を取った政党活動を妨害しとるんですよ。わかりますか？だからですね、地方公務員法の13条、平等取扱いの原則、左側、右側、せめて、平等に取り扱ってほしい。そういうことをお伝えに来たんですよ。どうだ？平等いう以前の問題ですよ、今回は。僕ら許可取ってるんですよ。あいつらは大量のトラメガを使って、主張なら、主張するならまだいいですよ。僕ら移民反対ですけども、移民賛成します。僕ら拉致被害者だったんですけども、あいつらは帰ってきてほしくないからね。そうだと、拉致被害者は帰ってほしくない。そういう主張をすればいいんですよ。移民賛成やったら移民賛成と言えばいいんですよ。そうでしょ？それもせずにね、ただ、妨害してるだけ。あんなものは政治活動とは言えない。どうだ？ね？こういうことがまかれ通ってたらね、これは、ほんまに民主国家としておかしい。そして、これははっきり言って、威力業務妨害なんですよ。僕が東京地検の検事さんかな、その人から僕宛に送られてきた、ちょっと別の案件でやり取りしてましたからね。明らかに川崎で起こってる日本代表に対する妨害行為は、あれは、演説等妨害行為、威力業務妨害なんですよ。というのは、演説を継続できないぐらいに大量の拡声器を持ち込み、演説を書き消してるでしょ。これは業務妨害と、はっきりと東京の検事さんがおっしゃってますよ。軽いね、それは間違ってるじゃないかと言うたり、軽いヤジ、これは OK なんですよ。業務妨害にならないと。でも確かに、無許可、そしてこっちは許可を得た政党活動に対して、大量の拡声器で、こちらの演説を書き消す。これは東京の検事さんの定義によると明らかに、演説の妨害行為、威力業務妨害にこれ該当しますよ、これ。ね。こんなことしてたらダメですよ、警察官の皆さん。ね、何回も言いますけども、平等に職務を遂行してくれと、こっち側の方もでとは言いません。せめて、無許可で妨害するにしても、拡声器を使わすなよ。どうだ？そうせんと、お前。手数料払ってるもん、そうやんけ。そうやろ？こっち側では男張ってきてから何人かおるからな。ほんまちょめちょめするぞ。エスカレートしたら。警察法に書いてあるでしょ。犯罪の予防も警察法、警察官の務め。東京の検事さんの見解によると、川崎で行われている芝木隊の妨害行為は明らかに威力業務妨害。これを予防するのが警察官の役目、警察法に書いてあるでしょ。そして、公平に取り扱う。だから許可を得てんねんから、こっちは。せめて妨害さすのもええけども。表現の自由、言論の自由で、拡声器を使わすなって言うてることや。言うてるだけのことや。そして、警察法にもう一つあるね。公共の秩序を守るやったっけ。こういう感じのやつを。秩序を乱してるでしょ、あれ。こっちはね、手数料払って、法に基づいて、
憲法に基づいて、表現の自由に基づいて、集会の自由に基づいて、正式にやっとるんですよ。正式に。移民反対はこれヘイトスピーチですか？立派なこれ政治的主張ですよ。そして、その、今、荒牧さんの被害者とされてるやつ。あいつね、拉致被害者、返しましょうという運動してる人の、お尻か後ろから蹴っとるね、あれ。動画映ってますよ。そして、その仲間の、こっち側の主張のプラカードを破り捨てたり。これ動画映ってるのなんでこれ逮捕しないんですか？あれ東京なんですかね、てっちゃん。あの動画は東京なんかね、神奈川と仕事で。あれどこだろう、あの佐藤さんのやつでしょ？うん、そう。あ、佐藤さん。あれ東京か。東京じゃない？あ、ごめん。うん、神奈川行ったけど、東京ではね、荒牧さんの被害者になっとるやつが、人のケツを蹴ったり、人が大、あの、一生懸命作った、横断幕を破ったりしとるんですよ。ね。まあそういうことですわ、警察の皆さん。一回このね、どっちが僕おかしなこと言うてないでしょ？ね、僕は道理をもとにですね、まあほとんど置いてるだけですよ、これは。荒牧さん、頑張ってくださいね。本渡しときますんで、弁護士さんに。今日はちょっと、日曜なんで、差し入れ無理と思うんで。ね、で、またいろいろ来てるんで、ちょっと変わります。僕は以上です。頑張ってください、荒牧さん。じゃあ、とりあえず、先にマリさん、いや、いいよ、先。じゃあ、すいません。てか、うち、さっき散々やっちゃったんだけど。はい、マイク変わりました。荒牧さん、また私がマイクを持ちました。お疲れ様でございます。すごいでございます。本日は節分の日、荒牧さんの中で54粒の節分の豆を食べていることかと思います。まあね、私はまたここに来ているね、もう1億2000万人の日本国民が今この川崎警察署を取り囲んで荒牧さん返せって言っておりますからね、もう外のことは私たちに任せていただいて、中でぜひもうね、お体の方を休めていただいて、お酒を抜いて、また元気な姿で共に一緒に運動していただきたい。運動ね、していけたらなと思っております。荒牧さん、他にもね、たくさんの弁士が来ておりますので、マイクをね、変わっていきたいと思います。では、続きましての弁士、よろしくお願いします。うちらさ、30分ぐらいさ、かましたからさ。そうだ、私たち大きくなったんで、動画用で、10秒、20秒ぐらいでもいいんで。はい、私から申し上げるのも、散々ここでやからかましましたんで、もう私から申し上げることはございません。獄中生活というのは、獄中ってそこまで重くない。悪意を使って、まだ留置だよ。その中で修行するようなものだということ、野村修介先生はおっしゃっておられます。荒牧さん、この川崎警察署の中にで、おそらく20日間ぐらい荒牧さんを過ごすことになると思うんですけれど、その間になるべく中身の濃い、まあ、例えば天然社という出版社がありますけれども、ああいうところが出しているような、営業すんなよ、営業すんなよ、このイオン武装をしていただいて、そして表に出てきていただき、また我々と共に戦いましょう。荒牧さん、加藤哲司、あなたが表に出てくるのを待っております。よろしくお願いします。荒牧さん、頑張ってください。てっちゃんいらんわとか言うかもしれない。あ、もしますお願いします。じゃあマイクじゃないの。マイクはもうやった。もっと動画用なんで始めます。はい、先ほどもね、散々申しました。荒牧同士が不当逮捕とは一切言いません。全弁士も申しておりました。本当にその通りです。やったことに関してはやったこと、それはね、きっちり償ってくる。ですがね、荒牧同士に対してなぜね、こういう形が取られたのか、なぜこういう形に至ってしまったのか、すべてはね、県警、そして川崎警察署、所轄がね、司
月散々アンチ反対勢力に対してさせた結果がこれなんですよ。だから一般市民我々が立ち上がったんですよ。なぜね、法の下で行われている私たちの街頭演説、そして日本第一党の政党活動に対して法を破る者が自由で法を守る者が罰せられるのか、それがおかしいと言っているんです。差別差別と今騒がれているこの現在でなぜ差別をするんですか。なぜおまわりさんは平等に私たちを扱ってくれないんですか。なぜお仕事をしないんですか。きっちり神奈川県警、そしてね川崎警察署も今後お仕事をしていただきたい。そしてね、荒牧同士にとっては慣れた空間、別荘とも言えるような場所だとは思います。少しの間ね、ちょっと長くなるかもしれないし、早く出てくれるかもしれないし、でも少しの間体を休めていてください。そして外での活動はつくも同士も申していた通り我々に任せてください。我々がきっちり動くところを動かしていただきます。ただ荒牧同士が出てきた際にはまた街頭に立ち、日本国を守り後世へとつなぐ、そして素晴らしい日本国守るための活動を共にできればと思います。荒牧同士、少し体を休めて頑張ってください。我々は荒牧同士をお待ちしております。だからもう頑張れ頑張れ、お酒抜いて健康な体で出てきてください。エロ本いりますか、エロ本いるか聞いて動画回せないから YouTube にあげないよ。そうだ、ヤスくんって言っていいの。あ、いかんいかん、ヤスくん元気ですか。みんなが励ましてるのでちょっと私は励まさずに愚痴を言います。今回もまた急にいなくなって旅行がキャンセルになりました。最悪、最悪だな。なのでそのキャンセルになったペナルティとして、出てきたら、もうワングレードアップのホテルの予約と、シャンパンとワインをつけてもらいます。体冷やさないようにゆっくり休んできてください。じゃあね。今キャスなしな、キャスなしですね。いや、うん、ちょ映るで、あかんで。じゃあ、道も狭いんでね、迷惑かけて申し訳ございません。留置の人もご迷惑かけて申し訳ございません。ね、休みやのに、どうぞ、荒牧さんをよろしくお願い申し上げます。川崎市の人もどうぞよろしくお願い申し上げます。せめてご飯を大盛りにしてあげてください、ね、で先ほど言いましたように僕は今言った言ったこと、ね、警察の人も多分本心では、ね、僕らの言うてることはそれはね道理にかなってると思います。そうせんと許可なんかいらんでしょ、そんな言うてたらね。許可取って手数料払ってる僕らが、そうでしょ、無許可になって好き放題してるやつに拡声器の好き放題使われてね、政治活動できませんやからね。もう何回も言うのも辛いけども、まあ要するにね、
平等に取り扱ってくださいということです。今回の川崎の件の平等というのは、こっちは許可を取って正式な政党活動をやっております。だから向こうはね、主張がないから、あれはただの妨害なんですわね。言論弾圧、自分らに道理がないからアホしねえボケとかそういうことしか言えない。政治的主張がないんですよ。だからあれは政治活動家じゃない、ただの反社です。あれはあれは反社です、はっきり言うてね。だからそれもな、いろいろ共産党の議員とかアホの弁護士とかがね、向こうの結文字におるはけに、いろいろね、僕らと平等に取り扱うことができひんのはわかるけども、そやったらせめて拡声器使わすなよな。拡声器を使わすな。そこでやっとせめて、まあ平等じゃないけども、それでやっと平等やぞな。許可取れとは言わんわな。せめて妨害するのにも拡声器を使わすな。ねえ、これだけを伝えます。じゃあ荒牧さん帰りますんで、ゆっくり、あの、本差し入れますんでね、本でも読んで、ゆっくり休んでください。じゃあ、あの、あ、ご近所の皆さん、うるさいですいません。帰ります。ありがとうございました。これ、どこ切ったらいいの？これ、終わらしちゃっていいの？うん、最後。ちょっと。いや、うん、あ、そっか。落ちてる。うん、あら、じゃあ、あの、終わります。ちょっとね、住宅地でマンションの予約が響くんでね、かなり響いとるんで、もう終わります、すいません。